皆さんこんにちは。 Welcome to Eagle File。 今回はですね、世界的に流行っている英単語ゲームを紹介します。 Wordle というものです。で、 Twitter をやっている人ならばこのような不思議な画像が流れてきたことがあるかもしれません。え、これ一体なんだって思ってる人多いと思うんですけど、まあ、この動画を見終わったらこの画像が何を意味するのかっていうのを理解できるようになります。じゃあ簡単に説明するとですね、 Wordle というのはランダムで選ばれた5文字の単語を6回以内に当てないといけないっていう単純なゲームです。で、なんでこのゲームがこんなにも人気になったかなんですけど、これ実は毎日1回しか更新されないんですよ。だから1日1回しかこのゲームを遊ぶことができなくて、さらに言うと全世界の人がみんな同じ問題を解くんですよ。だから多分盛り上がってるんですよね。ということで、今からこのゲームを遊びながら解説していきます。まずこういうふうに Wordle っていうのを検索します。すると、まあ、この一番上に出てくる powerlanguage.co.uk っていうのが、公式のものになりますので、これをクリックします。はい、でこれがルールですね。まあ簡単に言うと、6回以内にこの5文字の単語を選ばないといけないんですけど、実はヒントっていうのが出るんですよ。でこれが結構重要で、まあ、文字が緑色になった場合はこの文字は、一致してますと、ね、位置が合ってますよっていうことなんですよ。でこのオレンジっぽい色になった場合は位置は間違っちゃってるけど、でもこの文字はどっかにありますよっていうことなんですよ。だからここかもしれないし、ここかもしれないしって感じで、グレー色になった場合は、この文字はこの単語の中には、ないですということになります。まあ、すごくシンプルですよね。ということで早速挑戦していきましょう。さあ、もう一回ね、もうこの一発勝負なので間違いたくないですね。さあ、何回以内でこの単語を当てられるのか。でまずこのね、最初の単語何を入れるかっていうのが一番重要になると思うんですけど、おそらくまあ攻略法とかあるんですよ。でもそういうの全く読んでないので、まあ、とにかく、自分なりのやり方でやっていこうと思います。まあ、とりあえず母音が多めのやつを入れた方がいいのかなって思うんですよね。だから例えばでそう、ここのキーボードを使えるんですけど、 arise とか、これだと a と i と e が使われるし、あと子音としては s と r って結構ね、いろんな単語に出てくるので、まあこれでいこうと思います。で選んだらここの enter っていうボタンを押します。見えますよね。はい、 enter を押します。いきますよ。嘘全くどの文字も入ってない、この単語の中には。これはちょっと衝撃だぞ。 A もない、 E もない、 I もないっていうことは、まあ O か U のどっちかが絶対入ってるってことだと思うんですけど、どうしよう。 U が入ってる、これはまずいぞ。アンダー、そう、アンダーとか入れたら、アンダー。これだとでも ER がちょっと被ってるんで、ちょっともったいないような気がするんですよね。これはもうないって分かってるんで。どうしようかな。O が入ってる。あ、じゃあ、O が入ってる。あ、でもクロックだとちょっとこの C が被ってるんでちょっともったいないんですよね。ああ、どうしよう。あ、でも OU が両方とも入ってる単語の方がいいのかな。あ、じゃあ OU 両方とも入ってる単語今思いついたので、はい、これしかも全部新しい文字ですね。はい、これだとまあ少なくともオレンジ色が出るはずです。だって O という絶対どっちか入ってるはずなんで。じゃあいきますね、 Enter。おラッキー、完全一致、3つありました。これはもういけるんじゃないですか。え、 OUN、 え、なんだろう、 TWW、 あ、 W はないか、 Y、 あ、わかった、これじゃないですか、ヤング。でも結構これってやっぱね、普通にネイティブも遊ぶゲームなので難しい単語を使ってたりするんですよ。でもこれ以外ないでしょ。
HL とりあえずこれでいきましょうか。あ、違う。そう、こういうことがあるんですよ、ワードって。絶対これだろうなと思ったら違うっていうことが結構あって、なんだろう。 J ないでしょ。そうで、この下のキーボード見ると結構わかりやすいんですよ。この黒く、まあ黒くっていうか濃くなってるやつはもう絶対入ってない単語なので、残りのこのグレー色のやつを見ればいいんですけど、なんだ、 Z C でもないし V でもないし、そう、これは難しめの単語だっていう可能性もありますね。ちょっと待ってよ。 W だとなんか Wound かなと思ったんですよね。でも D はないので、なんだろう。 T はないような気がするんです。 P もこれ Pound だったらいけたんですけど、 D はないんですよ。 H も Hound、 そう Hound かなと思ったら D がないし、 J はないだろうな。 K もないでしょうね。 L、いや、Z、X、C もない、V もない、B、M か ?M はない。あ、B、Bound、これも Bound、Bound。そう、この最後の文字が何なのかですよね。T か。T、Bound。J、K、L。いや、最後の文字になるのは T ぐらいしかないんじゃないですかね。いや、T ぐらいしかないでしょ。な、Q、Taunt、Pound、Hound、Lount。これか。これか。これでしょ。違うの？でも T は正解だ。これはもう次いけるでしょ。マウント？マウント。もうこれでしょ。絶対。これしかないでしょ。他ないでしょ。W、P、H、J。いや、これでいきましょう。よし！やったー！いやー、これは。そう。で、これで、シェアを押したら、Twitter で、シェアできるんですよ。流れるんですよ。不思議な色のやつが。これだから、例えば、本当はシェアしたくないんですけど、まあいいや。これ押したら、コピーするってことか。コピーされました。で、この形のものが現れるんですよ。ちょっとじゃあ、ワードかなんかで、こういう感じでコピペされるので、まあ、これをツイッターに流すわけですよ。だからさっき見た、不思議な箱の画像の正体はこれです。まあ、今回はね、全くオレンジ色が出なかったんですけど、まあ、これでわかるのが、まあ、5回で、正解できたっていうことなんですね。はい、戻しますっていう感じです。どうですか？ちょっと、一人でやってもこんなに盛り上がったので、まあ友達とねやったりすると結構楽しいのかなって思います。はい、これが世界で今流行っているワードでございます。早速やってみたいっていう人はですね、概要欄にリンク貼ってますので、そちらからやってみてください。ただまあ1日1回しかできないので、今日の分はねもう答え分かっちゃったので、明日以降になるかなと思います。じゃあ、今日の動画はここまでになります。 Thanks for watching and I'll see you in the next lesson.